初海外が初世界大会ですごい不安もたくさんあったんですけれど、あの地元の方とか友達とか家族とかこういろんな人に応援していただいて、それでこう一つ成し遂げられたっていうのはすごく私にとって自信になりましたし、これからこう若い世代の子たちにこう勇気ある一歩がすごく人生を変えるんだよっていうことをお伝えできたらなって思ってます。メイクをするとすごいスイッチオンオフが変わるかな。でメイクの仕方も学校に行く時とこういう舞台の時とはもちろん全然違うし、うん、舞台化粧するともう私は倖田來未じゃなくてミスジャパンとして立っているんだっていうこうなんか自覚をちゃんと持って振る舞える気がします。喋った時と写真でクールに決めている時ともう全然違うねっていう、そのオンオフがやっぱりしっかりしてるねと言われることが多いです。普段はポンコツって言われます。ポンコツというか、なんだろう、まあ親しみやすくて、まあ、ちょっと抜けてるとこもある性格なのかなって思います。でだから私は甘いものがすごい好きだし食べることも大好きなので、苦労しました、でも友達とカフェに行って息抜きをすることとかもすごい好きなので、その甘いもの、美味しいものを食べるために普段は鶏むね肉と野菜で頑張るとか、なんかこうメリハリをつける、っていうのがだいぶ得意になったかなって思います。家ではあの愛犬のミルクちゃんが待っていてくれて、いつも、ミルクちゃんとこう戯れるのが一番時間です。来年の2月に医師国家試験があるので、まずはそこをクリアできるように、まあ、膨大な勉強量にはなるんですけれど頑張っていこうかなと思います。で病気を治療するっていうだけではなくて、その患者さんがより暮らしやすく楽しくその人らしい人生を送れるようにっていうお手伝いを寄り添いながらできるドクターになりたいなと思っています。で将来はそうですね、まあ、開業が一つ夢ではあるんですけれど、でそしてこれまでミスコンとかモデルとして培ってきた姿勢だったり歩き方だったり、その美と健康をつなぐっていうところをより多くの人にお伝えしていけるような女性になりたいなと思っています。